夏は昔から、なんだこれ。なんかパチパチしてる。ちょちょちょ。これ平行？平気？平気か？なんか急に切れたけど。パソコンのアップデートとか。ね、急に切れたね。なんだなんだ。とりあえず。とりあえず、8。いや、まずは博物館行って。博物館行って、蜂屋さんに届けてと。ただいま、なんかパソコンの調子が。ふぅ。あと残すとこ6日になっちゃったよ。やばいね。珍しい虫とかってどこにいる？そういえば。海外の珍しいおもちゃも展示したいと思ってるんです。何か面白いものはありますかね。ドイツのお医者さんごっこ用のセットなんかはどうだよ。お医者さんごっこ？すごいよ。ドイツのお医者さんごっこはとても真面目なよくできたおもちゃなんだ。展示する価値があるだよ。ねえ、僕、不思議なもん。ん？僕は博物。おお。ガラクタか。ちょっと何個か行くから。またガラクタか。ねえ、僕。この僕は見つ。よし。化石が揃っ。しゃ。ねえ、僕。一個しか上がらんか、ステッカー。とにかく。ねえ君、今日は博物館の展示を見ていく？見ていきません。入場無料、大サービス中。あれ、わざわざここまで来たのに中を見ていかないの？よし。で、次は蜂屋。蜂屋さん、遠いな。近道、近道。はっ。すさす。蜂屋さん。で、蜂屋さん行って、すぐ、3箇所ぐらいに蜂蜜塗って、からの海へ出かける。しかないな。
シュ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 。や、養蜂場へようこそ。今日は何の用だい？蜂を持ってきたよ。安。蜂蜜を買いたい。ん？何の用だい？それかい？お買い上げありがとう。よし、バイバーイ。本音持って。蜂蜜を塗りに行く。まずはこの木。ちょっと。じゃ、変わんねえね。で、あっちの木にも。あ、ゆうすけママちゃんありがとう。蜂蜜を塗ると。忙しい、忙しい。で、裏浜へ行こう。裏浜へ行こう。ゴーゴー。裏浜。お、黒ダイヤ。ナイスディース。ガラス。ガラス。お、高いキノコ。あれ？裏浜。ふふふ。よいしょ。投げ釣りの耳で、カレイを5匹。はやっ、来い。口こそカレイじゃないの。
頼む。タチウオいらん。石ガレイが欲しいね。頼む。ほい。なあ、タチウオいらん。違うんだな。USJ ちゃんありがとう。ちゃてんてありがとう。取れない。あと一種類なんだけどね。石ガレイっていうのが釣りたいんだけど全然釣れない。チョロちゃんいらっしゃい。
パチュオっぽい。うわ、どうだい。石ガレイ狙ってます。それで魚コンプリートになるんだけどな。このまま一日経ってまいそう。やばいね。当たる気配。頼む。ほい。ねじらカレー違うね。石カレーやね。いい魚っちゃいい魚なんだけどな。違うんですよ。いやー、これだったら化石掘ってった方がいいかな。もう一時だ。やばい。やばいぜ。時間がやばい。あ、みちゃんありがとう。鳥の上とかなんかありそうじゃない？なんもない。わ、レインボーダイヤだ。レインボーダイヤが。これどうやって、うねうねしたものって何？
わかめっぽいけどな。わかめなんて言ってない。やばい。時間がない。なんだなんだ、外が騒がしい。うん、宝探しに行きます。つよしちゃんありがとう。宝探し行ってあとスタミナ1個ぐらいで登れるんだけどね。スシロー行こうぜ。いいね。今日まだご飯食べてないや。スシローなんて近くにないよ。こっち神奈川県、多分土地が狭いから。ポフォー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 よっ。ケツ穴。ケツ穴。よっと。よし。匂う、匂うぞ。おお。よっと。ミミズ。よっと。ミミズ。化石で稼ぐか。よっと。ちょっとこの上行くわ。うん、確定。確定。よっと。確定。よっと。確定。よっと。ほにょ。確定。よっと。他は？よっ。ここにも確定が。見逃さん。よっと。確定。で、持って。お、確定。めっちゃあるやん。おお。確定。よっと。よっ。えい。よっと。
石。おお、めっちゃいっぱいある。よっと。ほうほう。よきぞな、よきぞな。よっ。おお。めっちゃ取れたんじゃない？もんちゃんいらっしゃい。人間が岩登ってる。そうなん、人類は進化するのです。やばい、夕方になっちゃう。博物館。あっちだ。急げ。鑑定してもらうんだ。そしてなるべく隅を歩く。すすすすす。小屋の犯人、あいつらじゃん。ゲンタたちどこ行った？手作りだから僕でも壊せそうだ。もっと強い柵にすればいいのに。あいつらどこ行ったんや。ちょっとそんなしてる場合じゃない。連れ戻される。鑑定してくれ。すごいよ。ガラクタか。ガラクタか。なんとガラクタか。同じ場所で捕まえたものガラクタになっちゃう。ひな、ガラクタか。ねえ僕。な、ねえ僕。なん、ねえ僕。ダメだ、全部ガラクタや。ねえ、な、ガラクタ。ねえ僕。お、狼の化石。オッケー。僕は見つ。よし。ねえ僕。な、お、狼の化石。僕は見つけ、オッケー。ねえ僕。な、ガラクタか。ねえ僕。
ガラクタを。ねえ君、今日は博物館の展示を見ていく？行かない。小学生は入場無料、大サービス中。あれ、わざわざここまで来たのに中を見ていかないの？そんな時間はないんだ。もったいないな。え、あと一匹足りないやと狼。せいや、やつらが迎えに来る。逃げろにじますか。にじますじゃダメなんだな。カニの方がいいか。あゆか。こい。うわ。はい。こいつでかい。こい。こいこい。こい。こい。ニジマスじゃダメなんだ。ニジマスっぽいな。だ、ニジマスか。ここダメか。でかい。よっと。にじますか。欲しい魚が取れません。取れませんね。あの探偵団のとこ行こう。探偵。あの悪ガキにちょっと。隣町新聞号外担当の田畑修斗です。本日は取材に応じていただきありがとうございますこちらこそよろしくお願いしますね。はい。というわけでいきなり質問ですが、マスターはここで何年お店をやってらっしゃいますか？子供の頃からこの町に住んでいますが、店を始めたのは脱サラしてかれこれもう8年ですかね。私は前のオーナーからこの店を引き継いだのです。意外にまだ最近のことなのですね。そうです。あの頃はまだ日本中がバブル景気に浮かれていました。待って、こいつらいるじゃん。怪しい。ますます怪しい。あの二人もしかするとカフェのマスターと新聞記者なのでは？そうだけど。それのどこが怪しいのかな？もしそうだとすると、あの二人がいるだけで
世の中の連中がコーヒーを飲んだり新聞を読めたりしてしまう。え？いや問題なんてない、怪しいと言ってるだけだ。確かに、でも結局。え、なんか言ったか。こいつ何なんだろう。どうしたの。偶然店の前で千春と会ったの。ねえ、二人はお友達なんだよね。多分小学校の時は毎日一緒に公園でかけっこしたりゲームしてたからね。多分前に純子姉ちゃんが言ってた運動やゲームが好きな友達って。そうよ、千春のことよ。もしかすると純子姉ちゃんが言ってたもっと仲良くしたい友達って。なになに、何の話。純子姉ちゃん、気持ちをちゃんと伝えた方がいいよ。千春、あのね、私前みたいに純子ともっと仲良くしたいんだ。え、私純子の気持ちが知りたくなってあなたが通ってた新体操教室の体験会にも行ったことがあるんだよ。中学になって私が辞めた後。うん、でも体が硬すぎて無理だった。あなたが好きそうな本も読んだのよ。でも今度は頭が硬すぎてダメだった。あっちゃん、新体操も読書も無理しなくていいよ。でも私はそんな千春が好き。私もそんな純子が好き。たったこれだけのことで二人の仲は元通りになってしまった。いや、あかんのかい。また意見が合わないことがあるかもしれないし、喧嘩だってするかもしれない。でも多分二人はずっと親友のままだろう。いい話やないか。お前さっき何してた。陽介って小 3? 小 2?小学4年生。また豚さんが逃げてるの？困ったな。毎朝見に行くのは大事。じゃあね。じゃあね。バイバイ。豚の柵は毎日朝見に行く。何もいない。どうしよう。また一日が終わってしまう。じゃダメ。
すま。ああいうはダメだ。よっと。ああいうはダメだね。捕まえる標的も違う。水まつ。ちっちゃいのはダメ。ん？今デカスミギがいたよな。あ、サラスマス36センチ。50センチのサラスマス。水ます。サラス。サラスです。トラスマス30センチか。くぅ、シビアだな。スネート山。お、あれでかそう。めっちゃでかいじゃん。まあ、あれ取りたい。あのヒレが出てるやつ。なんだ。よっと。にじます。にじますはいらない。にじますいらない。50センチのサラスマスってどこに。あ、くそ。気分はどんな感じ。まあいいでしょう。まあいいだろう。最悪オブザイヤー。じゃあご飯を食べましょう。今夜は煮魚とわかめとキュウリの酢の物です。では皆さん、いただきます。やばい、豚の謎が解けない。ごちそうさまでした。これからは秋のお野菜もやっぱり美味しくなってきます。なるほどなるほど、またまた勉強になりました。ところでサーカス団の面々ですが、いつまでここにいるんでしょうか。今月いっぱいですわ。え、意外に短いな。あなた、今まであんなにいろいろ調べてたのに知らなかったの。サーカスのポスターにも書いてあるのに。はい。なんだ。いや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 、
永瀬さん。よし。さあさあお立ち会い、寄っておいで見ておいで。今宵お目にかけますは夢かうつつかイリュージョン、その名は幻サーカス団。人生山あり谷あり、まず最初はシーソーです。お、サーカス団っぽい服装になった。ドルドルバルルと音がするオートバイでございます。ベニて名乗るもおこがましいが、永瀬ラッキーコンビです。いいぞいいぞ。これで600円ずつ手に。遠い側身を口任せ、お次は不思議なイリュージョン。もうちょっと公園引っかかってもいい。サーカスに咲く大輪の花の登場です。よしよし、今宵の幻サーカス団楽しんでいただけましたでしょうか。イエーイ。本日はお越しいただき誠にありがとうございました。素晴らしい幻サーカス団、今宵も夜霧の露となり輝きながら消えてゆく。さようなら。さようなら。しゃ。おお、ランクアップした。この後どうなるんだろう。私は好き嫌いが激しいですから、こっそり食べているんです。友達がお菓子ばかり食べているので、ついつられてつい。ちょっと待って。はい。ところで今日、おや、あれ坊ちゃん。おや、あ、じゃあもう終わったんだ。もう意外に揃ってるんだな。うん、ってことはあと公園。公園費。隣町新聞号外担当の田畑です。こんな遅い時間まで取材に応じていただき本当にありがとうございます。いやいや、この老いぼれがやってる店を取材して記事にしてくれるなんて、こちらこそ本当にありがたい。マスターさんっていつ見ても幸せそうで嬉しいな。そうだ、この人も面白いんだよ。記者さん、取材してみたら。そろそろ臨月なんだけど、多分生まれてくる子供もきっと面白い子に育つはず。臨月というか、もう予定日なんですよ。え？出歩いていて大丈夫？はい、
適度な運動はお産にいいとお医者さんに言われてます。へえ。ああまたこいつらこの話してる。あ、そうだそうだ。あの木だっけ。あれ？力。お？あれだ。よっと。いやー、いないな。カブトムシが欲しいのに。いっぱいいるけど。鬼クワガタ、ちっちゃいけど、ちょっとこう、ムンムン。ならばあっちの工場の近く。この辺にじまくから。あ、サラスマスいるな。待てよ。サラスマスがいる。サラスマスがいるのである。あ、いるね。イワナ。サラスマス50センチないかな。よっと。41センチ。ちゃうわ、イワナか。
イワナ50センチ以上か。サラスマスは関係ない、イワナだ。イワナか。これか。うわー、すごいね。遊んでくれてありがとう。いいえいいえ。イワナ。ちゃう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 、拾いたいね。ちゃう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 。こっちからこっち使い。ケチだな。行かしてくれよ。ここまではいけるのか。あれ、工場の近くで、違うかな。黒ダイヤ。しゃしゃしゃ。